まあ、前節アウェーで金沢に負けました。5戦勝利がありません。20位につけています。ザスパ草津群馬、前節アウェーで京都に勝ちました。7戦ぶりの勝利です。2020明治安田生命 J2 リーグ第34節、ザスパ草津群馬と東京ベルディの一戦です。正田醤油スタジアムは群馬で行われています。ここには山下が今日は先発、山下がシュートを打ってきました。ありましょう、小池が入り込んでいたというところです。キーパーが弾きました。田中投手がカットしました。さあそしてまた田中です。さあここは中にもっと入って、このシュートを打てるか。大前がパスをする、シュートを打った7番の加藤純也。ここはフラツがつきます。で田中で挟みました。花田から中へのボール。さあ若瀬が前に上がっていって、ここでシュートを打てるかどうか。小池シュートを打った。トランジションも素早くなってきたんですよね。なるほど、攻守の切り替えですね。即時奪回ですけど、さあ裏へボールを送って、いやー、行きましょう。さあシュートはどうか。山下が決めた。山下が決めました。山下亮也今シーズンこれが6ゴール目。まあ、素晴らしい守備から素晴らしい攻撃でしたよね。攻撃に人数かけてましたし、そこからの切り替えで守備で奪いながらね、深い位置小池選手がクロス、まあ、素晴らしい。甲府戦でも泉沢選手が入って、そこで船津選手が、ね、うまく対応してたところもありますから、はい、あー、ここはボールとカナトだ。シュートだー、決まった。ベルディ2点目。40分カナトが決めました。ちょっとミスが出ました。群馬梅カナト、まあ、ここも背後を狙ってましたし、ここからですよね、はい。これでもちょっとわざと開けてましたよね。あの選手がね、はい、なるほど。でそこで出さすといて、そこ狙う、でそこでしっかりと決め切る、まあ、素晴らしいですね。してやったりなんですね。いや本当してやったりですね。井上俊が空いている。あ、山下が通した、かわして、さあ来た、井上俊かわして、左足のシュート、ナイスキーパー。後ろから井出が上がってくる。裏を回ってクロスを上げた。さあヘディングはどうか。山本の人、そして井上志音だ。まあ、山本選手から右に振って、これ山下選手、まあ、本当左右に揺さぶった。井上志音、後ろから奈良はかわして中に送ろうというところ。これはコーナーになりますが、ここで試合終了。アウェーの東京ヴェルディ。